んにちは、S&D です。今日はレシーブで弾かないようにするためのコツと練習方法を紹介していきます。レシーブの時に弾いてしまうというコメントや質問が多いので、ぜひ参考にして練習をしてみてください。レシーブの基本の動画は概要欄からご覧ください。練習方法としては非常にシンプルなのですが、ボールを投げてもらって、レシーブする姿勢で構えて前でボールを弾きます。なぜここで弾くかというと、レシーブするよりも弾く方が簡単ですし、前で捉えるというイメージがつきやすいからです。なので初めは投げてもらって弾く、で次は軽く打ってもらって弾く、でその後にレシーブを実際にしていくというように段階を踏んで練習をしてみましょう。意識を変えるだけで弾くことが格段に減るので、ぜひ参考にしてみてください。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。